落下した数日後に発見された 27.70g の破片、スケールキューブは1立方センチメートル、カランカス隕石は2007年9月15日に、ペルーのボリビア国境付近にあるプーの県カランカス村に落下した石室隕石である。落下後、クレーターを作り、基礎化合物を含む地下水の蒸気を発生させ、落下地点に近づいた村人たちに健康被害を与えた。 2007年9月15日、現地時間11時45分、カランカス村の湿地に隕石が落下し、幅13メートル、深さ4.5メートルのクレータを作り、周辺に焼け跡が見られた。付近の人々は、煙の尾を引いて輝く火球を目撃し、落下の爆風は1キロメートル離れた地域研究センターの窓を破った。この隕石落下が得意なのは、 落下地が3800メートル以上の高地であったために大気による減速が少なかったことで落下地から煙が立ち上り数分間持続した直径約14メートルで深さ5メートルのクレーターができ隕石の熱でクレーターの中に蒸気が発生した落下後すぐに落下地に集まった六百人以上の村人が皮膚障害、吐き気、頭痛、下痢 嘔吐の原因不明の症状を起こした。この地区の土壌には、ヒ素化合物が含まれており、有毒ガスが発生したと考えられている。その後多くの隕石破片が回収され、回収された、総重量は3 0 0グラムを超えたが、持ち去られたものも多く正確な総重量は不明である。H4H5 に分類される普通コンドライトである。ありがとうございます。